おはようございます。ウニンゲンさん、おはようございます。ララリに飛ばしてレレヌルムルしてる鼻声だ。ちょっと待ってくださいね。お、チョマラさん、チョマサイン頑張ってくれたんですよ。ちょっとどうしよう、鼻声すぎる。鼻声だし寝起きで声カラカラでやばい。違う、声はほとんど治ったんですけど、一日声出さないで寝てたら声の出し方わかんなくなっちゃった。ちょっとお水飲みますよ。人間さん、いろいろありがとうございます。いただきますね。あのねだって、ちょっと待ってください、くしゃみ出るからミュートします。挨拶途中だった。レナリに飛ばしてレレ、ロンロン戻してレレ、兄さん所属赤木の夢中、レレンです。レンちゃん待って呼んでください。鼻水が止まらなくて、でもちょっとお話ししたいこといっぱいあって、あ、そうだ、昨日買ってきた龍角散ダイエット、ダイエットじゃない。ダイレクト飲んでもいい、飲むっていうか、ぶち込んでもいいですか。ぶち込みます。でもお花あるだよ、これほら、ほら、これ見えません、お花見えました。ちょっと休めましたよ、人間さんたち。あ、そう、今日ぬいぐるみ持たせさせてもらってます。花分かりました？ほや、立派なお花がありますよね。龍角散ダイレクトします。あー、皆さんありがとうございます。今日謝んなきゃいけないことあるんですよ。ありがとうございます、お人間さん方。謝んなきゃいけないことあって、ちょっと昨日病院に連れてってもらったんですよ。そしたらまず体重から測れてて、で、なんか、ちょっと風邪で、力が出なかったから、飛べなくて、昨日まで。なんで、歩いて行ったんですよね。もう、行くときは、抱っこしてもらったんですけど、びっくりした。めちゃ元気ですよ。で、そしたら、で、体重測るときに、飛ぶってなりながら、そのまま体重計に立ったんですよね。したら、ちょ、ま、2キロあって。え、ちょ、ま、太ったのって思って。びっくりして。え、って、ちょ、ま、気づいたんですよ。元気な時に、前測ってもらったら、ちょっと、浮遊の力が働いて 800g だったんだって話になって。だから、ちょっと、元気なくて、歩いてたから、全体重ちゃんと乗せられたんですけど、ちょっと差は読んでたみたいです。だから、初配信で、
800g って言っちゃって、で、あのお人間さんたちに 800g しかないのっていっぱい心配してもらったんですけど、で、なんか先輩の配信にちょこっと出させていただいてたみたいで、そこですっかすっかって言われて、体重は約 800g、 食性は雑食ということでね。うん、え、スカスカじゃない？ 800g って。あのアニメーションで見たサイズ感的にさ、普通の犬ぐらいあんのにさ、 800g しかないの？スカスカだけど。いや、でもこれがチョマですよって思ってたら、チョマ体重重かったみたいです。初配信であんなに息を言うと太らないんですけどってか言ってたのに、思ってる体重の2倍以上あったんですよ。どうしよう。もうなんか、ゆうか迷ったんですよ、恥ずかしくて。本当に。だから、なんか、すごい恥ずかしいから朝枠で言おうと思って、朝だったら、お人間さんたちもそんなにあの頭ピンピンに動いてるわけじゃないだろうし、あの見る人の、あの人数もちょっと少ないかなって思ってあのここだけの秘密にしてくださいね。そうなんですよ、なんかびっくりしたっていうお話でした。だからあの聞いたんですよ、あのお医者さんに、あの風邪をひいたら体重も重くなるんですかって聞いたら、え、そんなことないですって言われて、あ、でもじゃダメだと思ってじゃあもうダメなんだって思って、あんなにたくさんの人の初配信の時、お人間さんたちの前で見栄を張って800と申告してしまったことをここに謝罪します。びっくりしたよ、ちょも本当にっていうことがありました。はいそうなんですよ。あ、くまさんお名前、あ、今日もらったものなのでまだお名前つけてなんですけど、なんて名前がいい？何がいい？うん、決めてあげる。うん、どうしよう。じゃあ、え、どうしよう。何がいい？どうしよう。お名前？かわいいかも。もちもちくまざむろえ、これプレッツェルかわいい気がする。どう？えひえひえひ、プレッツェル嬉しいって。プレッツェル嬉しいって。じゃあプレッツェルだよ、今日から。わ、なんだかなんだかあのなんだろう、守りたくなりますね、お名前をつけるっていうのも。チョマもでもあの毎日最近日記をつけてるんですけど、日記をつけると今日あった出来事とか、あの名前聞かせたか、あの感情とか出来事とかにお名前をつけてるような気持ちになって、そうするともっと抱きしめたくなるんですよね。あのだからお名前をつけるってきっとすごく大切なことなんですよね。で、あのチョマはあのルンルンっていう名前があるのにルンチョマって呼んでもらったりとか、一人称がチョマだから自分の名前に執着がないんじゃないかとか、好きじゃないのかとかおっしゃっていただいたんですけど、チョマはどっから来たんだろう。自分のことを、人間さんたちのこと、この世界のことを知っていきたいです。あ、いいじゃん。自分のこと？
いやもうでも考察勢が出ちゃうから、自分のことも知りたいとか言っちゃうと、もう本当になんか実はすごい暗い過去があったっておかしくない文章してるもんね。これからお人間さんのことも教えてね、ルンルン括弧義務。もうなんか文章からもうすごいもんな。一人称チョマなんだ。チョおまってことこれもしかして。チョマ。もうだから初ツイートから、ルンルンって言わなきゃいけない感じになって言ってるもんね。ルンルンっていう名前じゃない可能性もあるよね。もうだからそれで言うと。このだって自分の名前やのしさ、なんか、あれのなさ、執着のなさ。本当は、あるでしょ。真の名前が。こんな言い方したらあれ悪いけどさ。とりあえずこの、もう一発目から義務って書いてあるから。それは違うんですよ。大切だからこそ、もっと大切にできるように自分でお名前をつけてみたんですよね。だから、ルンルンっていう名前も大好きだし、チョマがチョマ自身に、いただいた名前から取らせていただいて、こう呼んでほしいなってつけた名前もどっちも大好きなんですよね。だからどっちで呼んで、ダメですよ、名前でしたら。ダメですよ。先輩、先輩、見てたら聞いてくださいね。ちゃんと執着ありますからね。先輩にマナもしちゃいましたよ。まだレビューして十何日しか経ってないのに、先輩にマナもして、こらチョマ、はい、だってプレッチェロ。もうプレッチェロね。はい、そうですよ、初配信。すごい声伝わる。また全部書いてた。お水飲みます。芯のある声って言いたかったんですよ。お水もう一回飲みます。今の声かっこいい。嘘、じゃあもう一回言っちゃう。死のあれ、すごい声をしてますからね、チョマは。はーい。練習した甲斐がありましたね。